インの人が勝ったんですよね。オール沖縄ですね。沖縄ね、はい、だからそういう意味では民意というのは一応沖縄の民意は小長さんを推し、非自民の人たちを推し、辺野古反対というのを今意思表示しているわけですよね、はい、だからやっぱり自民党もそういうところはもうちょっと懐深くですね、うん、話を聞いてあげるというのがいいような気がしますし、ちょっと自民党にしては大人げないなという気がしますね、なんかいとこをね、後藤さん感じちゃうんですけど、私はです